栗香里と申します。静かに聞いてくださってありがとうございます。あと2曲で今日は終わるんですけれども、次は1曲カバー曲をやりたいと思います。あれ、俺いていい？あ、いなくてもいい。あ、いなくていい、はい。これはちょっとこれに入ってるそういう意味じゃないですよ。このこのちょっとキーボードに入ってる打ち込みを使ってやりたいと思います。多分すごく昔の古い歌なので、たくさんの人が聞いたことある歌だと思いますが、今日はちょっと現代風にアレンジして、歌いたいと思います。ちょっとさっきまで2人いたんですけど、急に1人になって心細いですが、ですけれども、皆さんももし知ってるところがあったら一緒に歌ってください。命かけた恋
ではここでもう一度すごく出たがっているので、メンバーをサポートメンバーを紹介したいと思います。まず今日エレキを弾いてくださってます。松谷陛下。エレキで今日カホンと、ウィンドチャームを弾いてくれてます。増田元井いてもいいんですか。よろしくお願いします。はい、私の、最近ですね、またCD を作っていまして、何日間かレコーディングをしています。で本当は今日に間に合わせて、ここで起きたかったんですけれども、私の歌がどうしても、納得のいく歌が入らなくてですね、今日はまだできていません。でこの後でもう一回来週歌入れをして、10月までには発売をする予定でおります。今日サポートしてくださってる陛下さんと元井さんにもうレコーディングに協力してもらって、バンドバージョンと私だけのピアノのバージョンで入って4曲入りで、入っておりますので、またブログを栗香りって入れていただいたらバンって多分出てくると思う珍しい名前なんでね本当なんですよ。ほんまに栗香りって言ったらバンって出てくると思うんでちょこちょこ最近また更新して、CD ができた情報はアップしようと思うので、チェックしてみてください。次決まってるライブはですね、京都で、地元ライブをします。はい、自分が成人式をした会場のロビーで歌うんですけど、でロビーで京都で来月やりまして、その時に CD を持っていこうと思ってるんですが、ちょっと東京ではいつ発売できるかわからないんですけど、ぜひまたライブをする時もブログでアップするので、栗香りって入れてもらってバンって出てくるので、それでちょっと検索してみてください。